です。そしてユーポーチャンネルのヒロトです。はい、お願いします。本日狭山スポーツセンターに来てるんですけど、はい、雨で中止だったんですよ今日。ということでヒロトに今ねグローブたくさん持ってるんでご紹介していただこうかなというのと、今2つ紹介してもらうんですけれども、1つが過去にも紹介していただいたやつで、はい、まあ、ちょっとどういう風に変化していったかなっていうのと、はいはい、あと1つはまあ僕一応キャッチャーミット大好きなの で珍しいキャッチャーミット持ってるので、はい、ちょっとご紹介していただこうかなと思います。はい、じゃあまずは以前ちょっと出したことあるやつをさらっと、はい、今どうなったかっていうのを教えてもらえればなと。こちらですね。はい、まだあの内野手用ですね。はいはいはい。はい、そうね、これなんかあの山田哲人選手のウェブ見たいっていう話を前にちょっとして、ね、イベントの時かな話させてもらったの。そうです。2月。そうだよね。2月の翔平 TV 紅白戦の時にお話しさせてもらった。どうなりましたかその後。前は普通に5本指使ってたんですけども、はいはい、小指2本で使ってます。ああ、変えたんですね。そうです。はいはい。小指で指出すんですよね。そうですね。小指に2本出した方が。はい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 。閉じ感とか硬さとかはどんな感じになりました？あ、全然柔らかくなって、前に。前硬かったですもんね。硬かったんで、届いて1週間後くらい、はいはいはい、よく持ってきたんで、それ。ここを、このウェブの隣の中指のところを結構こうやって持ってきちゃう、うん、持ってくるんですよ、はい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 、そうするとウェブとちゃんとくっつきやすいんですよ。この幅が少なくなるんで、はいはい、小指だからなおさらってこともありますよね。あ、そうですね。なるほどなるほど、はい、すっげえ欲しかったんだよ、この色。買おうかなと思ってて先に買われちゃったからさ。ちょっとこれ、この色多分売り切れなんで。だよね、はい、当時も言ったっけな。見えるかな、うまくこうやってここにね。はい、そうですね。日本産、うん、日本製って書いてあるんですよ、下の方に。そうですね。まあなんでね、やっぱ伝統は玉沢さんっていう、その100年以上の歴史ですね。そうですね。いや、ちゃんと日本で作られてるっていうのがあるので、品質もすごいマッチになる。結構安かったんで、2万2000円ぐらい。安い安い。結構安かったんで、そこ買っちゃいました。じゃあなんで、もっと今後も育てていってあげてください。はい。続いてなんですけど、ユーポンチャンネルの見てる方は、まあ、このミット見たことあるんじゃないかっていうような。そうですね。はい。はい、ミットなんで、ちょっとご紹介お願いします。こちらになります。はい。はい、畠山だけど、なんだこれは。台湾製のキャッチャーミット。あー、よくあれだ、通販サイトで。そうです、結構安く売られてるキャッチャーミットってことは、公式用ミットっていう認識でいいですかね。そうですね、公式用のミット。はいはいはい。畠山のラベルもね、昔のラベルタイプの直視タイプじゃなくて、ね、ラベルタイプの畠山で、はい、ちょっと小指側見せてあげてください。こっちにもね、横の畠山のラベルが入ってる。珍しいですね。そうですね、まあ、日本だと確かにラベルって1個までしか使えないでしたよ ね、はい、確か。そういったところで、まあ、海外製なので2個ついてるっていう。そうですね、はい、でこれ何色使っていう。これは黄色、ピンク、青、白なんで4色です、はいはい、補給面は。補給面は青です。マッチが白で補給面が 青です。でウェブがピンクと、はい、結構派手です。見やすそう。でも確か海外の他のサイトでも、まあ、畠山以外でも結構こういうカラフルな、カラフルで安く売られてるものが多いです。深山さんとかですよね。深山アライアンス、はい、とかでも売ってたような気がするので、なんかこれ型の特徴とかって。型は今ボックス型をイメージして作ってます。うーん、なるほどなるほど、はい、ちょっとよかったらはめさせていただけますか。ぜひぜひ。ありがとうございます。失礼します。あー、でかい。でかいですね、確かに。でかくて芯めっちゃ分厚めだなっていう。はい、結構しっかりし、うん、あの正直あの海選手モデルが芯浅め浅めいってるじゃないですか、はい、僕多分結構動画で言ってるんですけど、畠山で親指の芯浅めなのって正直海選手モデルと M 級もう浅かったかな。 M 級型っていう公式限定の方なんですけど、はい、もうちょっと薄めだったかなって感じなんですけど、やっぱ結構太いです、うん、これはしっかりと分厚い芯が入ってるなっていうのがあるんで、はい、まあ、掴んだら離さない芯でブロックしてくれるっていうようなミットになってますね、はい、ここが長い気がします。あ、長いですね、確かに、うん、なのでボックスにはすごいもってこいの方だし、親指上げて取るような取り方がすごいしやすそうだなっていうミットで、まあ、日本製の畠山の革とはちょっと違うかなっていう、はいはい、感じはあるんですけど、まあ、芯がしっかりしてるとか革自体も張りはあるので全然音は鳴りそうだなっていうのと、公式も全然取れそうだなっていうような感じがしますね、はい、これ面白いな。これ面白いです。でちょっと重め。そうです、重いですね。まあまあ公式ミットで大きいミットなんでどうしても仕方ないんですけど、そうです。で行ったら畠山のミットも物によっちゃ重いですからね。そうですね。僕も高校の時使ってた畠山のミットは小さい M2 型だったんですけど若干重みは感じてたので、はい、その分しっかりとしてるよっていうのがちゃんと分かるミットなのかなっていうのは思いますね。そうですね、はい、でこれヒロト縦で使ってる。縦で使ってます。だよね、横じゃないよねっていう。そうですね。これで、うん、どっ
も片付け次第でもどっちでも使えそうな。どっちでも使えるんですけど、自分結構縦で取るタイプなので、はい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 、はい、縦型で使ってます。じゃあインコース取りやすいでしょ。そう、インコースはよく縦で使ってますね、はい。でまあちゃんと使えば横でも全然使えそうだし、これ引っ掛けとかはね、はい、アウトコースの引っ掛けとかは全然横でもいけそうだし、まあ、インコースの縦もポケットもしっかり深いところにあるし、大きいミットなので、そうですね、なんか負けることなく取れるのかなって。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで本日はユーポンチャンネルヒロトの過去に出したグローブの進捗具合と初登場のキャッチャーミットのご紹介の方させていただきました。ユーポンチャンネルの動画は概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人は、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい。でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんない、 かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい。革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。ひとへ TV T シャツ販売、走れおいチャンネル、おいくんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。